えい、何作るん今日は。今日はね、親子丼。あ、いいやん。いいでしょ、親子丼作りたいと思う。でもな、一つ言って、親子丼作ったことないのと、うそやん、簡単やで。肉はでも、もう一番肉が、そう、うん、一口サイズで。一口サイズやんな、これどうせええよね、うん。とりあえずやります。うん。はい。あ、いける気がする。いける？ほら。一口サイズ。ああ、いけてんね。顔いる？顔いる、顔いる。顔いるやろ。顔いるとか。え、油出るから。マジで顔いる？あ、これちょ、むずい。これ、あ、いけたわ。引きちぎる。細かすぎるって、そこまで細かくせんでいって。あら、そう？うん。あ、なんかいける。ある程度大きくていける。じゃあ、いけるわ。なんか、何これ？筋？筋？細かすぎひん。細かい？うん、もうちょっと大きくていいよ。え、ちょ、ちょ、そんな。そんなやめてよ。何もやめてよ。何もやってないけど俺撮ってるだけやけど。それやねんけど。その細かいとか注文やめて。いや細かかったら失う。いけるいける。うん、いけるよ。ほら肉は引きちぎれます。うん、そうやね。よし、もうこんな感じでいいよね。そうやね。これぐらいでいいよね。ブラジル3回はちょっとなんか削られてんな。うまいのも買えよ。なんでやね、当たり前やろ。ちょケチ取るやんけ。なんでやねん、もうすぐ無職や。よし、うん、安取り買いやがって。これでできましたね。これでいきます。 OK、 はい、たやすいの、うん、新玉、新玉ね、うん、なんで新玉かというとね、季節やからやろ。安かったんですよ。安かった、ちょケチるやん。安かったんですよ。もうすぐ無職か。うん、まあでも、うん、新玉ちょっと柔らかめやからやりやすいかもしれない。やりやすいし、美味しいよね、甘みがあるよね。うん、ということでやりたいと思います。これちょっとでいいよな。まあ4分の1ぐらいでいいんちゃう。いや、むずいやん。いけるやん。抜いていくしかないよね、これ。抜いていって、うん、そんなに先っちょみたいなところにこう指突っ込んで。あ、なるほど、それでいいか。いっていけんじゃん。抜いて洗って、オッケーやります。皆さんね、玉ねぎも手でいけるということで、柔らかいから、ね。新玉の方がやりやすいけどな。やりやすい。お、いけんちゃん、これ。いける気がするで。うん。ここ食べれる？ここ食べられへん。ここも食べれるけど。肩や。あ、もういけるわ。これどこまでいったらいいか。ここ使えるね、多分。うわ、これまあまあいけるわ。ほら、ああ、いいよいいよ。あ、いい感じ、いい感じ。くし切りな、くし切りの形に整えていってる感じやな。もうこんなんもう、でもあれやから、ぬるぬるすんねんて。くたくたにしたらもう全部一緒やから。ぬるぬるするから、この形しか無理やねんて。はい、あ、いい感じじゃない。ちょうどいいんちゃう。こんだけ、これぐらいでいいよね。うん、なんか私親子丼作ったことないから、さっき検索しまくって落ちた。検索、うん、食べる。え、新たいける、うん、検索しまくっとったんや。よし、これでいいです、うん、いけます、多分。うんうん、うん、オッケー、これぐらいの量できるね。うん、で、私の合ってんかなと思ってや。うわ、やばー。ネギってそれじゃないですか。あ、ネギの存在忘れた。彩りってどうなりするの。千切り彩りと、どうするの？どうするの？ちぎるに決まって。ちぎっていつ入れるの？そうやって。え、一緒に入れる。白ネギの部分もなんか入れろみたいな。玉ねぎ入れよ。うん。いいか。じゃあこれね、よく洗いますかね。これ。うん。これね。もう余裕やん。もうそんなん、いけるっしょ。これぐらいでいいな。じゃあもっとか。あ、絶対美味しい、これ。ちょっと待って、じゃあね、彩りをな、考えてくれてしたかったんやって。最後にもう一回、緑の部分もいる。そう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 、そういうこと、そういうことでございます。いけるやん。あ、今回は普通にいけた。これ余裕やな、ジュブジュブやな。ということでやりたいと思います。どうしたらいいんだろう、これ私何だろう。これも調味料合わせた方がいいんちゃう、先に。うん、何にすんの、だしは、白だし、白だしもあるし、このあれもありねんけど、だいたいな、うん、これ丼もんやったらだし4に対して他は1ぐらいにしたらちょうど美味しい。これ多い、そんなにいらんで。え、これ私全然分からへん。これぐらい、うん、これもいらん。
それ何ぼ割るやつ、それ白だしって。ほらこのままのやつ、このままのやつ。あ、じゃあ僕ちで行く。これ使っていいやん。うん、よくわからん、そういうものは。私は薄めへんのや。薄め方って書いてるやんけ、これ。ん、薄め方何1対9。ちょっと手が切ろう。はい、これと甘めやんな。味見てよ。え、出汁の味する？するあ、そちゃんとしてる。うん、してる、大丈夫。余裕で、余裕で指やん。4対1ぐらいになってる全部。知らんけど。少ないね、ちょっと。少ないんかな。ちょっと少ない。醤油だけなんかやたら多いみたいな。これ何もな。あ、これでいい感じやね、多分。今ので。2週目、2週目で。2週目来た。だしはもうだしやった、めっちゃ。だから。うん。どう？辛い。うん、甘ないな。やばいな、これ。砂糖入れて。そうする。固まってる。うん。うん。もうちょい、多分もうちょい入れていい。もうちょい、うん。あ、そんな感じ。そっか。全然想像と、とし。それでいいんじゃん。オッケー。なあ、あれやな。鶏炒めて。うん。あ、炒めてやる派？どうやってするの？もう煮つ、なんか私サイトで見てたの、煮詰めてやってた。あ、両方出てきた。あ、どっちでもいいよ、やりたいようにやって。わかった、煮詰めるわ。でも炒めた方が美味しいんかな、どうしよう。まあ、いっか。結局皮入ってるん？あ、え、皮入ってへん。あ、入ってないんかい。え、ちょっと待って、皮あるけどさ、引きちぎる。うん、引きちぎってみてや、皮。皮のとこうまいやん。むずいやん。いけるやろ。皮だけとか無理やって。ちゃちゃちゃ、皮全部入るで。いやいや、そんなん無理や。皮は皮。皮。ちぎれるやろ、絶対。んな。あ、いけるやん。皮だけな、しかも。皮だけなんや。え、皮と鶏いる？ちょっと待って、むずいこと言うけど。あ、いけた、いけた。うむずっ。オッケーオッケー。さっきそれな、皮引いたら油出るかな。あ、ほんまやな。うん、それでやりたいと思います。はい、でかー皮。しょうがないんやって、美味しいから。でも美味しいから、さっきまで入れやんとこうとしてて完全に。ちょっと怖い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 。炒める、炒める。うん、うん、油出るから言うてんのに、油出る前にもうやってもてるし、発泡しようやめろや、もうそれ。いける。ネギやったわ。じゃあこのネギ弱いねんて。弱いネギ、弱ネギ、弱ネギ、必殺。煮詰めるんじゃないん、焼いてるよ。煮詰めようか。ほんまや、ちょっと待ってや。はい、ちょい、え、この、あ、忘れた、右絶対うまい。はっはっはっは、どこか転がった、無理。見えてんで、うん、取れるよ。いやいや、怖い、やめる。じゃあ煮詰めます。これネギもいいとこが、はい、え、この後のこれはネギは散らすん、最後に散らすん、これを、この大きさ生でいくん。うん、最後に、最後に散らす。色合い、色合いは考えないと。いや、色合いにしてはでかない、これ。これいいな、きっつー。何、もっとちぎろか。マイナスになれへん、これ、色合い。ならねえよ、これね。え、いいやん、いい感じやん、これ、うん、意外とぬるぬるすんねんで、知ってた？知ってる、手でやると中に、なんかぬるっとしたら。そう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 。はい、煮詰めます。絶対うまいよな。うん、そうなんです。
そらせんでええやりたがり、やりたがり。もうそろそろできてきてんちゃう。受けてそう。わあ、美味しそうよ。ええやん、ええやん。ええやん、これで一本ネギでかない。いるそれ。これ食いにくそうやな。あ、ごめん。ほんで、卵やんな、次。うん、これさ、おもねぎさ、出来上がりに合わせてご飯チンしとかんでいいん。あ、そうや。大盛りご飯。いや、これ全部は食全部はやらんけどさ、米やらんかったんや、これでしてる、うん、もうしゃあないやんか、まあ、いつもと一緒に使ってるから、うん、はい。なんで大盛りな、おい、デブキャラな。あ、じゃあじゃあなかったんて、それしか。これ卵溶いて OK、 火強めた方がいいんちゃう。今煮詰めてる。まだ煮詰めるん。じゃあめっちゃしょっぱなれへん。よかった。こう火強め、うん、止める。いや、強める強める。よかった。卵、うん、うん、その最初のなんか気につやばいな、もうそれ。うーん、あんまりみんな食べたくないんやろ。そんなにかけませんね、ちゃん。白身となんかこう、ほんまや、うん、いい具合、これ。うん、それでいいよ。これ入れます。うん、回し入れる。まあ、回し入れる、ほんな。あんまりかき回したらあれや、あの卵がこう固まる前に溶け出して、それでええよ、もう一回で。わあ、美味しそう。もう火止めたらええやん、それで。それでいいんちゃう。これでいいの。うん、え、トロトロすぎやん。まあいいか、いいよ、いいよ。ちょっと待って、ご飯間に合わへん。言うてるやん。言うてんねん。ずれてるやん。お皿にも言っとけばよかったね。あ、よそってよ。熱いって、熱いって、熱い、熱い。別にカメラ回してなかったんやから、スプーンかなんかでやりゃいいのに。お前がそうなんでやるからカメラ回さなあかんようになったんやんけ。結局で全部入れるんや、大盛り。全くお腹減ってない言うてんのに。ええやん、残しといたら食べれるでしょ、いつでも。まあまあまあ。あ、ほら。うん。縦取りにしてもってたわ。え？お酢全員来ないやん。いいよいいよ。うわ、やば。こわ。さあ、うまそう。ちょ待って、ちょ待って。やばいな。盛り付け、盛り付け。ちょ、ちょ。すげえな。ちょ、ちょ、なんか5分ついた。盛り付ける。いけんのかな。ほら、それ切ったね、上に乗ってるネギ。切ったね。ほら、色合い最高じゃん。これでできました。完成。オッケー。これな、絶対美味しいと思うねん。親子丼。親子丼。それ七味かけたい。はい。なんか一味やんけ、お前。一味やんか、一味の方が辛いやろ。一味やろ、こういう時は。はい。絶対七味やろ。いい香りしてますね。見た目はやかんじゃな。ね。はい。食べてみろ。つゆだくな感じで。熱そう。熱そう。どうやろうな。いただきます。はい。辛い。どうやろう、汗こいんちゃう。うん、いけるね。いける、やった。うん、めっちゃええやん。バリバリつゆだくやろ。おじやみたいな。あ、そんなに。まあでも、うん、食えるわ。おお、親子丼初めてなのね。親子丼作ったんだから、卵に対して出汁がなんぼどれぐらいとかも分からへんかった。まあ4対1か5対1ぐらいな。うん、まあ4対1の方が食べやすいけどな。うんうんうん。ていうか、そんなん言ったところで別に測ってないしな、うん、自分、うん、うん、測りないから。まあ、うん、よかった、美味しくいけました。今回、まあ、食えるわ。鶏って手でちぎれやな。手でちぎれる。まあそれはちょっとあったらしい発表。ちぎれましたよ。うん、結構そういうなんか情報必要だな。鳥、うん、皮も頑張ったらいけた。うん。うん。で、頑張ったらいけるみたい、これ。結構いけるね、意外に。そうそうそう。皮もどこにあるか。これか。皮あるわ。うん。このネギやばいな、これ。これはいらんわ、このネギ。ネギを掘り込んだ。皮だけってこれ取られへんわ、やっぱり。無理やったわ。うん、うん、
まあでも全然いけるわ。はい。美味しい美味しい。よかった。うん、うまいね。というわけで今回親子丼いけました。はい。まあ鶏をこう手でちぎれるっていうのは発見やね。ちぎれる。これを活かしてなんかこう違うやつとか作っていきたいね。うん、鶏はね、もういけるし、うん、肉がちぎれるってことは分かったね、うん、もうお前肉がちぎれる牛、お前肉舐めんなよ牛肉とか多分無理や、やばい、ブロックやばいやん牛ブロックつなんか使う、やばいやばいって、うん、うん、いけるわ。ちょっと、最近コメントになんかあんまり、はい、何作ってとか言ってもらってないから、ちょっとそういうのもなみんなに言ってもらって、はい、もうぜひぜひ、もうなんか作るもんなくなってきたからみんなの力貸してください。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、皆さん高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。もうすぐ500人やから、どうぞよろしくお願いします。お願いします。ではまた、バイバイ。